やめごく役座やめていただきますは、2015年4月16日から6月18日まで、毎週木曜日21時21時54分に、TBS 系の木曜ドラマ劇場を枠で放送された、日本のテレビドラマ、大島優子にとっては、本作が連続ドラマ初主演となった。桜井竹春によるオリジナル脚本、堤幸彦がメイン演出を手掛ける警察ドラマ、 日本の警察に現実に存在する暴力団からの離脱希望者を支援する組織犯罪対策部内の暴力団離脱者相談電話を題材としたバディモのスタイルの刑事ドラマである第85回ザテレビジョンドラマアカデミー賞ではに部門を受賞した桜井の脚本関口太郎の作画による漫画家作品がヤングベースで連載された演出の包みは 継続、トリック、スペック、警視庁公安部公安第5課、未証事件特別対策係事件簿など、名コンビと評される男女一体のバディによるテレビドラマを過去にいくつも手掛けており、本作はそれらに続くバディもの刑事ドラマとして企画された。正式発表前のタイトルは、人狂刑事、爆臭と報道されていた。本作では主演の大島が屈強な男たちを相手に演じる。 アクションシーンを売り物の一つとしており、大島はスタントダブルを使わず、ヒール靴のまま自分自身で演じている。また、無情で冷静沈着な主人公、爆臭の役作りの参考として、プロデューサーの上田は、大島に、ニキいタ、ヒボタンバクト、広角機動隊、武士道マンを見るようにと指示している。演出面では、最終回に、裏番組、アイムホームの キーアイテムだった仮面などが登場する。クランクインは2015年3月10日に行われ、6月13日に終盤近くの神社ロケシーンをもってクランクアップした。メインとなる足抜けコールはスタジオセットで撮影されたほか、主要ロケ地として、フッサ市民会館、大森ベルポート屋上、オンワード総合研究所、泉新社ほかでロケ撮影も行われた。 オープニングタイトルバックの撮影は、爆シ,ショーが、ヤクザたちが花見をする、芝生の広場に踏み込むというコンセプトで制作され、桜の花びらやテーブルの小道具、ジャンプする、ヤクザ、離脱承諾書などが宙を舞い、花火が爆発する数十秒ほどの時間が、ハイスピードカメラによるスローモーションの場面として撮影された。初回は3分繰り上げ18分拡大。 第2話は10分拡大。第7話は、女子サッカーキリンチャレンジカップ2015日本イタリア、放送のために10分繰り下げされた。本作品は、TBS オンデマンドにて放送後1週間無料配信された。あと、有料で配信された。放送中の同年5月27日に行われた、TBS テレビの定例記者会見では、記者からも脚本について、好評を得ていたが、 それが、視聴率に結びついていないことについて、社長の武田真嗣と、取締役の津村明は、裏番組である、木村拓也主演の、アイムホームとの対抗で苦戦しているとの分析を、明らかにした。警視庁組織犯罪対策部第4課の刑事、三ヶ島章は捜査でミスを犯し、同部第3課内の、足抜けコールに左遷される。そこは、 ヤクザの暴力団からの離脱を支援する部署だが、中心となる女性警察官、長光幕州は相談者に対し冷国非常で、背後の権力をバックに、同相談室の本来業務を超えた、就職圧戦や足抜けに抵抗する、構成員らとの大乱闘、おとり捜査などの違法行為、ヤクザに利益供与する肩切れの制裁までも行う。人情を重んじるートは対立しつつも、 二人は、他のスタッフや傍追アドバイザーの佐野直道と共に、爆臭が壊滅させた、団体親分の困難な再就職や、町内キャリアの娘と交際する、構成員、組織から絶縁され生活保護を必要とする、元構成員、果ては、省の給油などの足抜けを進めていく。爆臭がこれら業務の果てに狙うのは、大手暴力団、関東機船組の組長、 立花の伊佐の逮捕である。やがて城は、爆襲が3年前に起きた父の死をきっかけにジップが、立花であると指摘され、人事課の谷川英徳による過酷な退職教養の、果てに人格を変貌させたこと、警察に忠誠を誓いヤクザを減らす部署、足抜きコールに移動させられ、原因となった立花と母の弓子、そしてヤクザの存在を強く憎んでいることを知る。爆襲は、 立花が服役中の息子、無牧薪を木船組から偽装離脱させて出生を早めようとしていることを見抜き摘発しようとするが出し抜かれ、彼への憎しみに過剰に囚われ苦しむようになる。さらに木船組内部では、若頭の水田船一が立花に反感を抱き始め、組ごとの離脱を申し出て内部構想を誘発する。 この騒動の中で、橘は水田をかばって銃弾に倒れる。さらに爆襲と橘の間には、実は、地のつながりはなく、26年前に横領犯となった、交際相手の子を見ごもり自殺を図ろうとした弓子を止め、生まれた麦焼と共に面倒を見ていた恩人だというのが真相とわかる。爆襲はヤクザを憎み続けた3年間の行動が、無駄であったと嘆くが、 ショーは彼女をその憎しみから足抜けさせる役割を引き受けると宣言する。立花は爆臭の依頼を受けた有留明子医師の手術で一命を取り留める。だが、デートレーダーの客分を装い水田の下で潜入捜査中というもう一つの顔を持つ佐野が暴走し始め、同組の資産を消滅させ破綻に追い込む。立花は決意の末、 混乱を収めるため組を解散し麦焼きに逮捕される。水田の死や、爆臭の説得による、立花の足抜けの決断などを経て、彼らをめぐる様々な親子の確執は解消していく。立花と一部の元構成員たちは、爆臭の応援のも片仇の敵屋として再出発し、爆臭はこれまで苦しめる存在だった足抜け希望者と関係者を助けることを使命として、 ショーと共に足抜けコールで仕事を続けていく。登場人物の名前と読み、設定などは出展による。暴力団離脱者電話相談室その他の警視庁、関係者キャストよこの話数は初登場以外に、登場する話。第1から2は第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話最終話スタッフ出展。 第85回ザテレビジョンドラマアカデミー賞において、大島優子が、主演女優賞、遠藤健一が2015年春クールにおける3作品同時出演の功績に対し、ザテレビジョン特別賞を受賞した。平均視聴率6 5 t b s 系、木曜ドラマ劇場、やめごく役座やめていただきます。オリジナルサウンドトラック iTunes ストア、おとといなどでも配信された。 主題歌は収録されていない。なお、放送ではこれらの他に、以下のフォックスキャプチャープランによる既存楽曲が使用された。オフィシャルブックノベライズ角カ川カ、角川文庫より発売。脚本は桜井竹春、ノベライズは豊田美香。電子書籍版も同日配信開始。漫画、ヤングエースで2015年4月号から2016年4月号まで連載された。 連載発表時のタイトルは足抜け、刑事、学習であった。単行本は電子書籍版も同日配信開始。ありがとうございます。